演奏お願いします。ハードロックやらせたらこいつらに勝てるやつはいない。レオです。よろしく。
ハードロックやらせたらこいつらに勝つかなという感じですけどね。スピードマンのレオです。
ちょっと見えないんですけど、いる選手はいませんから、お願いします。はい、どなたか、山口さん、お願いします。僕はあまりハードロックは好きじゃないんですけども、あなた方の演奏はいつもずしんときまして、非常にいいバンドに恵まれてるし、バンドの方もいいボーカルに恵まれてるなという気がしました。前のコンサートの時のビデオを見たんですけど、それなんかよりもっと上手くなってます。このままどんどん行ってください。いいバンド。はい、では早速2回戦に移ります。はい、2回戦は A パートから出てきたレオ対 B パートから出てきたアスキック、この2つのバンドの争いですけども、準備いいみたいです。はい、やってもらいましょう。レオから。
はい、こっち来てください。はい、なかなか、はい、こっち来てください。はい、誰でもいいから荷物を誰か持ってやらんですよ。はい、いやが大玉出てこんだか。はい、わざわざ2回戦出るのね、待っとったやろね、これ。はい、1回戦と比べてどうでした？悪いあの、女子よくなかった、うん、そういう感じですけども、ちょっと聞いてみましょう。長嶋君、お願いします。はい、あのハードロックってこういった感じのミディアムするバンドっていうのは少ないので、割と、うん、楽しんでみましたけど、なんていうかな、これだけやっぱハードあるいはヘビーメタルみたいなんで、こっちがリラックスして聴けるということはかなりのテクニックの高さを見せていると思います。リハーサル十分うまくやってるみたいですね。頑張ってください。どうも、はい、どうもお疲れ様でした。はい、はい、というわけで、続いて、おお、ちょっとね、これはもう出演する方も大変ですよね。もう一回一回する、あ、まだ始まってないよ。あの踊ってますけど、タッ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 、なんだこっちは、あ、腰が痛い。ね、では準決勝の方です。もう準決勝ね、ABCD の中からもう2つしか残ってませんね。EFGH の中から2つだけですね。ただいま残ってるバンドを、一応皆さんにご紹介します。レオ、ガイ、830、それからダラス、この4つのバンドです。さて、準決勝はどうなるか分かりませんので、まず最初にやってみようか。ね、レオから